師の提案は教師育成セミナーです。このようにプレゼンテーションいたします。ターゲットはこちら。私たちが教師に着目した最大の要因は、首都圏や大阪での私立高校の教師採用体制の変化にあります。私立高校はこれまでヘッドハンティングで教師を集めていました。しかし公立高校が団塊の世代の定年退職で教師を大量に採用し始めました。これが教師の実態。授業内容がつまらないが 41%、 先生が嫌いの 17% も集めますと、半数以上のデータが生徒が授業に不真面目な原因は教師にもあることを示しています。皆様も心当たりはありませんか？皆様ももしあの授業が面白ければ、もしあの教師が面白ければもっと自分の成績は伸びたのにと思ったことがあると思います。そこでこの不満を5つに分類、そしてそれぞれの必要な能力を考えました。それを身につけられるセミナーが教師育成セミナーなのです。これら5講座を3回ずつ全15回、運転免許のように時間は選択制で忙しい教師にも対応します。教師育成セミナーは他にもありますが、特にこちら生徒心理は子役を要する松竹芸能様ならではです。教師の教師はこちら、いわば話術構成のプロの方々です。期間は長期と5から10日間の短期集中の2種類、そして気になるお値段は29,800円。現在のスクールの収入が単純計算で4,874万5,000円、経営学部の教員数87名プラスアルファが参加したとし、東京大阪の2教室全15回ですので、4ヶ月で開店しますと3シーズン、全体で見ますと約 36.68% の増収となります。このセミナーはもちろん収益性があり、同時に松竹芸能様の知名度は向上、社会的貢献によるイメージアップ、落語や子役などお笑い以外の面の宣伝効果による調達可能性もあります。こういうともっと良かったんじゃないかなと思うことが一つありまして、それは、社会的にこれをやるとどういうふうなインパクトがあるのかという視点ですね。やっぱりその学力が落ちているとか、例えばゆとり教育がどういうふうな反動で弊害になっているかという、教育の問題ってもっと視点の大きないろんな問題があると思うんですね。じゃあこれ教師がお笑いを学ぶとどうなるのかという視点とか、あとはもっと強調した方が良かったなと思うのはですね、例えば私立大学で高校とかもそうですね、中学教師をここのスクールに派遣するとその学校がどんなふうに変わっていくのかと、メリットをですね、少し強調するともっとなんかインパクトのある発表になったかなと思います。教師の育成ということで、すごいなと思いまして、実際先ほども話出ましたが、会社の企業の、社長さんが、みんなの前で面白く、いろんなことを話したいということで、うちの芸人とですね、1対1で授業を受けたりとかですね、そういうこととかはあるんですが、教師育成セミナーとすごい面白い視点だなと思いましたが、実際教師の方がね、どうやってこう集まってくるのかなと、実際こうレッスン受けに来る先生っていうのは、そういうのが自信なくて、来るんであろうって思うんですが、その辺の募集方法とかその辺もちょっと聞きたかったですね。あとはですね、29,800円で、もし先生が面白くならなかったらこれも責任重大だなと、そういうところもあります。松竹新スクールビジネスということで、私たちはこのわらこ屋というものを提案します。江戸時代の教育機関寺子屋と笑いをかけたスクールという意味です。これは日本に来ている外国人留学生の推移です。ご覧の通り平成19年のところで約12万人のところで安定しています。サントスさん、しばらくですね。サントス、松本さん、お元気ですか？松本、ちょっとビールでも飲みませんか？いいですね、というこの文、松本よ、会っていきなりビールかよというツッコミは置いておいて、皆さん、これ何だと思いますか？実はこれ、現在日本語学校で使われている教材の一部なんです。こうした教材に関して実際に日本語学校に通う外国人の方にお聞きしました。じゃん、
不自然だと思う 86%、 そうですとも、多分こういう会話は日常会話ではしません。ここで逆転の発想なんですけども、柔軟な理解力、会話の応用力を鍛えるために何が必要かといったら、お笑いなんじゃないかと、ことに着想したんです。この不自然だと思う人たちのうち 93% がお笑いを通じて日本語を学びたいと回答しています。先ほどありました通り、外国人留学生にはより自然な日本語会話力が必要で、もっと日本語を勉強したいと言っている外国人がいる。そこで私たちが提案するのが、松竹と日本語学校が提携するというもの、つまりお笑いを通じて日本語を学ぶ機会を提供するということです。システムはというと、日本語学校で週1回の授業を設ける。今現在の日本語学校では週1回にドラマや音楽を通じて日本語を学ぶという授業がありますが、その中にお笑いという要素を組み入れるというのが私たちの提案です。松竹のメリットとしては、近年の外国人の急増を先ほどありました通り一気に獲得する。そして講師派遣による一時的収益が得られる。この一時的収益はといいますと、さっきのステークホルダーでいうと、この赤の丸で囲まれた派遣料ということになります。そして松竹派を作ることによる二次的収益、この二次的収益は何なのかといいますと、その外国人が日本の笑いを学ぶことによって、あ、日本の笑いって面白いなとか、あるいは日本の芸人はどうやって受けを取っているんだろうということを学ぶために、松竹の劇場に足を運ぶという機会になる。それが二次的収益です。先ほどの急増する外国人を獲得するというのが調達可能性、収益可能性を裏付けることになり、それから松竹が才能のある人をオファーするということが育成可能性を裏付けるということになります。現在、多くの外国人が日本に来ていて日本語を学んでいる。それを、そこで日本の笑いを通じて日本語を学んでもらうというこのわらこやを、私たち松本クラス一般は提案したいと思います。これもしこうやるとよかったかなと思うところがあるとすれば、その数字の裏付けをですね、これは概算でいいんです。概算でも裏付けを取っておくと、非常にまた説得力が増したんじゃないかなと思いました。実際うちの、事務所の方にも、弁護士やられながら、お笑いのスクール通っている外人の方とか、もうちょっとドイツの方に帰国したんですが、大学の教授で、日本語を学びたいという、外国人の方とかいろいろいらっしゃいまして、すごくこうマーケット的にはこう狙える部分で、これから実際こういうこともいろいろな、プロダクションを含めて、今動いているところというような事実もありますし、すごいいい意見だなと思いました。そうですね。よく実力を発揮し優秀な成績を収めましたので、よってここに松竹に表彰いたします。おめでとうございます。こちらが賞品になります。どうぞ。優勝おめでとうございます。本当に素敵なプレゼンテーションで、これからもいろいろと頑張ってください。おめでとうございました。